オーラリー・マイズはアメリカ合衆国の軍人。アメリカ陸軍に所属し、朝鮮戦争での選考から名誉勲章を受章している。最終階級は大佐。1931年、アラバマ州マーシャル軍にて小作人の息子として生を受ける。家族の仕事を手伝うため、学校は9年生で退学している。賃金は決して良いとは言えず。 大学から数年後には陸軍へ志願したが、当時彼の体重は120ポンドしかなく陸軍の入隊基準を満たしていなかったために拒否されている。しかし、その後も彼は志願を繰り返し、最終的にアラバマ州がすでにいて陸軍への入隊を果たした。第82空挺師団に配属されたマイズは、任期満了後に除隊し学校教育を受け直そうと計画していた。 しかし、朝鮮戦争が始まると考えを変え、前線での勤務に志願した。その後、彼は軍曹として最前線の第3不評師団第15不評連隊慶中隊に配属された。1953年6月10日、慶中隊は中国人民志願軍による大攻勢にさらされていたハリー前哨地点に配置された。マイズは、 防御体制を整えつつ負傷者を救助し、翌日昼の援軍到着まで戦い続けた。その後、彼は総長に昇進し、1954年9月24日には、ハリー前哨地点での選考により、名誉勲章が授与された。その後、マイズは、グリーンブレーの将校となり、ベトナム戦争中にはサンドベトナムに派遣されている。1965年、彼は、 特殊部隊訓練グループに配属され、スキューバダイビングやハロ効果、スカイフックなどの上級訓練に関する委員会の責任者を務めた。また、彼はフロリダ州キーウェストに設置されている戦闘ダイバー認定コースの創設に関する責任者の一人であった。1966年から1967年までベトナムにて第5、1969年には 第5特殊部隊グループのうち、カンボジア兵からなる第3機動打撃部隊コマンドの指揮官となる。1969年、彼は第3機動打撃部隊 B-36 の指揮官としての選考から銀星賞を受賞している。1981年には大佐の階級を最後に退役する。現在、彼が受賞した名誉勲章は、 アラバマ州ガンターズビルのガンターズビル博物館に展示されている。2014年3月12日、アラバマ州ガズレンにて、ガンのために82歳で死去した。マイズに授与された名誉勲章の勲記には、次のように記されている。慶中隊所属、マイズ総長は、著しい勇敢、卓越した勇気、課せられた義務を了駕する行動でその名を知らしめた。 敵軍の大攻勢が始まった時、軽中隊は戦略的要衝であるハリー全勝地点の防衛に従事していた。友軍長恩賞の兵士が激しい弾幕の中を移動して負傷したと聞いた。彼は衛生兵を伴い負傷者の救出に当たった。持ち場に戻った。彼は効果的な防衛体制を確立。全焼区域内の残豪に浸透しつつあった断固たる決意のもとにある。 敵戦闘部隊への反撃を行い、大きな損害を与えた。この大胆不敵な反抗の最中、彼は砲撃や手榴弾の爆風で3度倒れたが、その度に臆することなく立ち上がり、頑強に戦い続け、ついに敵の攻勢を退けることに成功した。敵の大攻勢が収まった後、彼は数人の部下を連れて、遠平号から遠平号に移動し、 開口部から銃撃を行いつつ、手榴弾を投敵して、敵軍の排除に努めた。戦友の背後に敵兵が現れ今まさに銃を撃たんとしているのを認めた、舞ズ総長はそれを射殺して、戦友を救った。正体を再集結した後、彼は全員と顔を合わせ、銃弾を再分配し、励ましの言葉を叫び、友軍機関銃人地の位置を確認した。彼はすぐに、 機関十人地までの道を切り開くために突撃し、敵兵十人を殺害して残余にも撤退を敷いた。戦闘を続けながら指揮所に戻ると、そこには負傷兵が残されており、彼らを守るべく防衛体制を立て直した。その後、無線機が確保され、彼は敵の攻撃ルートに対する砲撃を指揮した。夜が明ける頃、彼は反撃のために部隊の再編成を支援し、 やがて前哨地点から完全に敵を排除することに成功した。マイズ総長の勇敢な行いと卓越した勇気は彼、自身に永遠の栄光をもたらし、また我が軍の高貴なる伝統を守ることにつながった。ありがとうございます。